皆さんおはようございます。おはようございます。成田ゴルフクラブにお邪魔しております、うん、今平修吾プロです。すごい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、乗った乗った、ナイソン。50点ぐらいですか。50点。なのでもう乗ってるから、イーグルパットってことですか。そう。え、バーディーで分けなの。そうなんだよな。ナイソン。ナイソン。あ、これいい。あ、入れ。来てる。さすがセンス。イーブンだよ。イーブン。打つ前に何を考えてるのかなと思って。打つ前ですか。うん、まあ、狙いどこですね。まあ、大体こう見るとどういう球打たなきゃいけないとか分かるじゃないですか。それを。それイメージしながら打ちます。わからないのでさっき5と6持ってたんですよね、はい、6で多分イメージした時にちょっと弱いかなって感じたってことですか。弱いかなって思って、はい、で5で5番やんちょっと奥行き、はい、ピン奥なんですか。ピンちょっと真ん中より少し奥です。でゴルフ雑誌あるあるなんですけど、さっきのところってちょっとピン右だったじゃないですか、はいはい、でよくゴルフ雑誌のレッスンとかだと、うん、ピンが右の時は左からフェードですみたいな、あ、はい、あるあるじゃないですか、はい、なんか私ね、はいはい、だけどプロはドローで打ったわけですよね、はい、それってなんでだろうっていうのが視聴者の方もしかしたら、まあ、基本はそういうスライスの方が広く使えるかもしれないですけど、ドローで打つと絶対右にはいかないじゃないですか。だから右からドローで打てば左を広く使えるっていう考え方です。逆にスライス打つとこっちに行きたがるん で、うん、で右に外すことが多いかもしれません。わかりましたでしょうか皆さん。多分わからないと思います。左回転のボールだから打ち出しより右に行くことがないんで、逆に右のハザードは消せるっていう、ね、そうですね。でも多分アマチュアの方だとドローで打つと多分止まらないと思うので、うん、なんで左から攻めた方がいいっていう理論になるかもしれないですね。うん、くるくるくるっていっちゃうもんね。これだけでレッスン1本分ぐらいですよ。はい、1本にしてください。雑誌で言うとページ3、4枚分ぐらい。左行っちゃいましたね。じゃあワンアップ目指して。わー、完璧。え、フェアウェイ残ってる。ちょっとぐらい止まったかな。ちょっと下がったところ。ナイスです。よいしょ。はい、飛んだんじゃない。まあ、フェアウェイ、はい、ナイス。ベストいいですか。僕、はい、僕2オーバーです。あ、2オーバー、はい、素晴らしいですね。やっぱすごい昔ですけど、ちなみにプロのですか。僕62です。あ、やっぱり。あれどっちがいいですか。ファーストカットだから飛んでる方がいいんじゃないの。そうですね、うん、少し右目を狙ってドローでいきます。お、いい、ナイスドロー。ナイス。おー、乗った。おー、ナイス。ナイス。お、ナイス。私はなんとなく5番ウッドで。いけ、いけ、いけ。転がれ、転がって乗れ。あ、でかいかな。うん、でかいか。全然ダメです。全然ダメってことはないけど、浮き上がっちゃった方がいいかな。パパンウッドでいきます。
がちょっとダブったね。あ、でも乗った。まあ、とりあえずリンクルチーム一応全部パーフェクトしてるのか。ヤマハです。はい。これ雨だからこれなんですか。晴れの日もコーヒーです。そうなんですか。21です。ぴったり派です。ぴったり派ですか。ぴったり派です。140ぐらい。ちょっとあります。おお、まっすぐピンキーでかい。ああ、ちょっとでかい。でかいです。うん、行きます。今何番ですか？ピッチングです。すごくない？あんな高さ出るの。今普通の開いてますか？ちょっと開いて、でやっぱラフなんでちょっと浮いてる分高く上げられます。うん、そうか。開いて。ゆいちゃんがずっと下向いてる。いや、今日は絶対下向いてない。向いてる、うん、向いてますかみんないいとこですね。あ、ちゃんと乗ってるよ。うん、今ちょっと見えなかったんですけど、うん、どうなんですかね。手前のならいいですけど、ちょっと奥行っちゃったかもしれないです。タイトリスト1番。どっちだっけ？今平子1番。こっちだろ。っていうことは完璧です。完璧、はい、完璧です。ショットです。ちなみにこれが多分あのピッチマークです、はい、ピンの真横左のフック。140ちょっとですとか適当な距離なのに合わせてます上りの下り。私はそんなに下ってません。お、打った打った。強かった、ね、強いね。あれぐらいかな、うん、あでも本当にあのカメラぐらい。カメラぐらい。全然弱いじゃない。スリパットなる可能性はあります。お、結構いいんじゃないこれ。あ、カレがいるかも。お、結構いいんじゃないこれ。あ、カレがいるかも。惜しい。ナイス。ナイス。ナイスパー OK でした。リンゴルチームのパターンは、はい、あの初めて後方から見てるところを見ちゃったんですけど、はい、あれはどんな。いや、なんかやっぱりラインが似てるんで、はい、ちょっと参考にしようかなと思います。リンゴルチーム参考にしてもらいましたよちょっとでも曲がり具合と強さでなんか変わっちゃうところですね。そうですよね。ちっちゃいバンカーの左だと一応ショートカットはショートカットです、はい、ただちょっと左行っちゃうと OB があるので、ずっと OB。 狙い通り。すごい今のは100点狙い通り行ったんだ。100点、はい、でしょう、あのショットは、はい、じゃあバンカー右狙いでいきます。
完璧。250です。250。はい。正面のバンカーの、うん、右側。もう右側狙っていけばいい。はい、はい。おお。聞こえました。飛んだ。いやでも竹内さんが飛ばしてくれるから、これもやっぱり200ヤードぐらい飛ばしてこないとまずいよね、まっすぐ。いや測んだっていいですよ。バンカー届かないですよね。あ、バンカーまでは右のグラスバンカーで200ヤードぐらいです。あ、そうか。ナイスです。よろしい。おー、ナイスショー。ナイスです。飛んでます。オッケー。オッケー。235ぐらいです。235、3番ユーティリティ。すじってるじゃない。こっちちょっと手前です。おお。やばい。ちょっとボールの行方をに見入っちゃって、シンとならざるを得ないみたいな、あまりにもいいショットなんです。けど今のは多分プロ的にはまた、まあまずまずですけど、ちょっと捕まっちゃったかなって感じです。70点ぐらいですね。こういった変則のマッチプレーみたいなのは多分ないですよね、今。そう、初めてですね。3対1ですから、ね、3対1って新しいですでもどうですか、今日なんか。いや、めっちゃ楽しい。このムードの中でなんか全員のショットクオリティがすごく上がってる気がするんですけど確かにめっちゃ集中してる。18ホール人を見てるとこうテンポ良くなる。そうだね。しかもそのプロの中で好調っていうショットが出てるラウンドにまたご一緒できるっていうのが、ね、あ、プロも調子いいって言ってました。あ、言ってたんだ。言ってても朝の、あ、練習してたか、ちょっとだけね。もうでも本当でもなんかそんなね、パーンってストレッチみたいな。あれなんですか、まあ、ストレッチとかなく打ち始めるんですか。そうですね、軽くストレッチしてで打ってほぐすような感じ。上り見て70です。これ見てない、はい、僕56です。ピン何ヤード入ってるんですか。8ヤード入ってる。はい、ちょっと弱いかな。下入っちゃった。あ、ちょっと引っ掛けた。でも、あ、右にキックしたんで。うわ、土が飛んできた私。殴った。ショートだ。ごめん。ごめん。
敗しました。強く入りすぎました。プロ何点でした今のは。今のは40点ぐらい。40点、はい、ちなみにちょっとチップイン狙ってた場合ってちょっとありました。いや、チップインは狙ってなかったんですけど、ちょっと強く入っちゃいましたね。スラじゃないですか。スラですね。スラ、うん、うん、先、先打ちましょうか、はい、じゃあ、うん、じゃあちょっと見えてるから、はい、あ、ボール吹きします。まあ、そんな見えてないですけど見えてるうちにぐらいで、ボール1個、うん、お、あ、切れるね。あ、結構曲がった。カップ遅い。プッシュしてないけど。プッシュしてない。いや、カップ1個じゃ足んない。プッシュしてなかったもん今。まっすぐ打ったんだけど、最後だけ。いや、もうカップ 2.5 個ぐらい。バーディーパットをしようとしたら松台までの端。お、全然ショートじゃない。ライン乗ってたけど。今や、端かけました。2カップぐらい。恥かけました。松台まで恥になっちゃった。なんか笑ってますから、ね、今の見て笑って。言うしかないか。見よ。通った。いいよ。あー、切れるか。来い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 。あー、意外と重いんだよね。私もショートはしないって心の中で。これはなんか50歩以上入りそうな気がするよな。私も絶対ショートしないと思ったけど。そうだよね、仮ショートだった。そうだよ、ゆいちゃんは何の恥ですかって聞こうと思ったけど。あの距離はね。距離を。70ヤード。いや、私も70ヤードミスったので。70ヤード。私たちが3打目失敗したからいけない。あの70ヤードは誰か一人、もうちょっと2メートル以内ぐらいにつけたかったね。ごめんなさい、私が最初にカチャってやっちゃったけど。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。